やり方さえ分かればボールは止まるようになる。チャオ、元プロサッカー選手の宮野大輝です。今日はもう超基本に戻りましょう。タイムスリップ、ね、もう幼稚園の時からでもやっぱサッカー始めたてにね、やっぱこのコントロールってやっぱ大事というか、このコントロールやっぱ最初に習っておくと、これからね、まあみんなが上手くなったらインサイドだったりアウトサイドだったりいろんなところでコントロールね、試合中やると思うんだけど、まずはその基本に戻りましょう。またね、やっぱり基本ってプロの選手はすごい大切にしてる。癖の選手たち、プロを目指す選手たちはおろそかにしていいのか、よくないよね。やっぱり基本からのやっぱり応用って絶対続いてると思うんで、まずはじゃあ基本的なことっていうのをまたおさらいしきましょうっていうのを今回の動画ではお伝えしようと思います。コントロールするときにやっぱ基本的な感じ、まあみんなやっぱさ早くプレーしたいから次の方向に意識してもうなんかコントロールする、こっちから来るボール速いんだけど、まあこれはどういうプレーができてるか、こういうプレーできるのっていうのはやっぱりこういうことだね。ボールを真正面でコントロールするっていうことはもうできるから、こういう動きながらコントロールするっていうのが多分できると思う。まず初めての子たち、まあ幼稚園生だったりもっと下の子たちからサッカー始めてる子たちってやっぱボール止めるってなかなか難しいんです。前僕の動画でも言ったんだけど、ボール止めるためにはボールに対して真正面にいれば絶対体に当たります。まあその時点で自分ブロックしてる。まあこうやってまた開いちゃうとここスーッてトンネルしちゃうから、じゃあそうじゃなくてもっと真正面でボール止めたい時にどういうことが有効かなっていうと、一番簡単なのがこうやって足の裏出すことです。足の裏でしっかりボールを止めてあげるっていうのが、これが本当に最初の基本の基本だと思うんで、このやり方はまた今日は詳しくやりましょう。足の裏でやるときに注意で、本当にこれボールが動いてくるっていうか、ボールが自分に対して向かってくる、上から下にこうやって落とす子っていうのは何も慣れてない時ってやっぱそういう子多いと思います。ここは難しい。これなんで言うとタイミング、ボールが流れてくるに対して上から下に押し付ける、このタイミングが合ってないとボールって止まんないんですよ。もっと簡単な方向はある。最初の言ったやり方、ブロックする、ボールがこうやって入ってくる方向に対してブロックすることができないとこのコントロールは難しいと思います。いい、ここまで正確に止めてあげると次のプレーがやっぱりやりやすい。まず意識してほしいのはやっぱり真正面にしっかり入ることで、足の裏でこうやって出す時のポイントが、上から下でこうやってやると本当点でボールを触らないと、上から下にこうやってやってあげないと難しいんですよ。ブロックするっていうことが次のポイントね。ボールの真正面に対してしっかりブロックしてあげましょう。こうやって OK で、よくかかとつけてって言うんだけど、ちょっとかかとつけると悪くないんだけど、あんまり自由が効かないから、ここからロックされてる時にうまくこうやってボールもこうやってセーブ、こういう感じ、しっかりガッて噛めない、足の裏の指でこうやってグッてブロックしたい。なんで入り方がより斜めから入ってるから、こっちの方が浅い、こっちの方が深い、だからボールが止まる。 OK、 このことはしっかり理解しましょう。自分のつま先がやっぱりボールよりも、まあ、指3本、自分の指3本ぐらいかな、それぐらい上になってればいい止め方する、ボールが止まりやすい状況になると思います。大事なのは足ちっちゃい子もいるから、やっぱりねそういう子たちだともっとちょっと上にしないとダメで、ボールこうやって押さえるところが少しかかとやらへん、小さい子たちでもだけどボール止められる角度さえこれ間違ってなければ、足がちっちゃくても大きくても絶対止められます。僕足が大きいんで角度上げる位置そこまで大きくなくてもこうやってうまくコントロールできると思うけど、足の大きさによってそのかかとの上げ具合をしっかり高さ調節してあげて、そうすればボール止まるようになります。ここがすごいポイントなんで、しっかりやってください。でさらにポイントがあります。ボールに対して真正面に入れるっていうのが次のポイントです。真正面、いろんなボール来ることに対して真正面に入るってやっぱりぼーっとしてると真正面入れない、急にね。まずは準備すること、こうやって動きやすい体勢、いい、もうよくテニス選手とかすごい顕著だと思うんだけど、サーブする前とかレシーブする人ってこうやってラケット持ちながらさ準備してるよね。どっちに来てもいいよって準備してるよね。やっぱりこうやってプレジャンプっていうのかな、これすっごい大事だからね、これはやっててください。あと一つ大事なのはやっぱ目でボールをしっかり見る、これができないとボールを真正面なんて受けれません。ボールの軌道を見るにはどこで感じるの、何を見てみんなボールの真正面入るのっていうのはやっぱ
目だよね。動いてるものに対して目で追う、動体視力っていうんだけど、やっぱこれがすごい大事になってくる。これは別に幼稚園の子だから動体視力がないとか、幼稚園じゃなくても小学生だからあるとか、そういうわけじゃない。やっぱボールをしっかり見るっていうことがコントロールをすごい良くするポイントだと思うので、やっぱり動いてくるボールに対してやっぱり自分はどこだ、真正面だなっていうのを体を自分で持っていくっていうことを意識しないと、ボールがこう回ってきてるのに足伸ばしてこうやって足まで取ってもやっぱ無理がありますね。なんでやっぱ真正面でボールを受けるっていうのは本当に本当に基本なんで、このことをやっぱり意識してコントロールしてください。押し出す必要はない、こうやって蹴る必要は、逆に転がっちゃう。これはあと一つ大事なのが言ったポイントが、やっぱり動く、どんなボールに対してもやっぱ動く、反応する、すごい大事で、それをただ動いてるだけじゃこれは意味ないんだよ。動いてるうちにで何を見て判断するか、やっぱ目でね、目でしっかりボールのことを見る、ボールの軌道を読む、これがすごい大事。ボール見てなくてこうやって動いてても、ボール過ぎ去ってあっっていうのはやっぱ良くないよね。ね、これじゃあ多分ボールコントロールできない。やっぱりサッカーの試合においてボールを見て、相手を見て、味方を見て判断するんだけど、コントロールの場合はボールを見る、そして動く、自分を真正面に運ぶっていうのが、やっぱりそれができないとこのコントロールっていうのは絶対上手くならないと思います。本当に基礎っていうのはやっぱすごい大事だと思うね。こういうことができないとやっぱり動きながらコントロールっていうすることもやっぱ難しいと思う、ね、まずは基礎っていうようなことをしっかりやります。それから応用ができます。大人になってもこういうトレーニングやるし、プロの選手はもちろん足の裏で止めることってやるし、けどしっかり止めれるってどういうポジションにいるかなっていうと、やっぱ真正面にいるし、基本的なことって言ってもどの年代に行ってもやっぱり忘れずにねトレーニングするっていうのが、まあこの動画で伝えたかったことなんで、みんなもねこういうことを意識して、球団からのコントロールっていうのはやっぱ難しいと思う。準備だったり、どういう角度でボール止めた方がいい、止めやすいとかボール止まりやすいとかっていうポイントも絶対あるから、そういうことを意識しながら、なんで俺ボール止まんねえんだろうなじゃなくてね、今みたいにしっかり考えてやれば、やり方さえ分かればボールは止まるようになる。でその中で止まらなかったら自分なりのやり方があるから調整すればいい。ボールを止める、完璧に止める、いいコントロールから一発っていうぐらいいいコントロールしたら、パスが次のパスが出しやすい、ね、そういうことを意識して、みんなも頑張って練習していきましょう。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。